タタ結合タンパク質とはタタボックスと呼ばれる DNA 配列に特に結合する基本転写因子のことである。この DNA 配列は一部の真核生物の遺伝子のプロモーター領域において転写回位置の約25円基体上流で見つかっている。TBP は様々な TBP に関連した因子とともに RNA ポリメラーゼ2転写解自然複合体を作り上げる。基本転写因子であるとファイドを作り上げる。特有の DNA 配列に結合する転写解自然複合体である数少ないタンパク質の一つとして RNA ポリメラーゼ2が遺伝子の転写解子位置に結合する助けとなる。しかしながら人のプロモーター領域の10から20%にしか タタボックスが存在しないと考えられている。それゆえ、TBP は RNA ポリメラーゼ2の位置決定のみに必要とされているのではないと考えられている。TBP は DNA を80度折り曲げることで2本、グサり DNA を解離することに関与している。TBP は、ベータシートによる数少ない溝に結合するという点で、得意なタンパク質である。 TBP のもう一つの得意な特徴は、タンパク質の N 末端における長いグルタミンの連続である。この領域が C 末端の DNA への結合の活性を調節しており、この調節が転写複合体形成と転写開始に影響を与えている。このポリグルタミン領域をコードするキャグの繰り返しの数が多くなり、結果、ポリグルタミン差が伸長する変異は、 神経変性である脊髄小脳失調症17型に関係している。TBP は、新核生物の転写因子であるトファイドのサブユニットである。トファイドは、RNA ポリメラーゼ2の転写開自然、複合体形成の過程において、最初に DNA と結合する、タンパク質である。トファイドの遺伝子のプロモーター領域に存在する、タタボックスへの結合は、 RNA ポリメラーゼ2が転写を行うために必要な他の因子の補充を開始させる。その補充された転写因子にはトファイアやトファイブトファイフも含まれている。それぞれの転写因子は多くのタンパク質のサブユニットの相互作用により形成されており、このことは転写というものが非常に統制されたプロセスであることを示している。TBP は RNA ポリメラーゼアや,や RNA ポリメラーゼ3にとってもまた必要な要素であり、また TBP が3つの RNA ポリメラーゼすべてに必要な唯一のサブユニットであると考えられている。TBP が DNA 内でタタボックスと結合すると塩基体間にアミノ酸の即差が入り込み、部分的に螺旋がほどけたり、普段よりおじれたりすることで DNA が歪む。 この歪みにより、タンパク質と DNA の接する面が、より広くなる。TBP は、性の電荷を帯びた、リシン、アルギニン残器により、DNA 内の負の電荷を帯びたリン酸と結合する。DNA の鋭い屈曲は4つの大きな、フェニルアラニン残器の突出部が適当な部分に、入り込むことで生じる。DNA が屈曲していると、TBP との接触が増え、従って、 DNA、タンパク質感相互作用が増す。この相互作用が二重螺旋をほどくことにより、DNA の歪みはより大きくなる。なぜなら、DNA のこの領域はアデニン、チミン残機が多く、これらの塩基体は2本の水素結合のみで形成されており、二重螺旋がほどけやすいためである。二重螺旋がほどけることにより、塩基があらわになり、 RNA ポリメラーゼ2が遺伝子の転写を開始することができるようになる。叩け都合タンパク質は次のようなタンパク質とタンパク質間相互作用を示す。ありがとうございます。